プラボー・スビアント・ジョヨハディクスモは、インドネシアの政治家、軍人。インドネシア国軍では中将を務め、スハルトを義父に持つ。2014年インドネシア大統領選挙と2019年、インドネシア大統領選挙に出馬したが、接戦の末に、ジョコ・ウィドドに敗れ、2019年10月23日から、インドネシアの国防大臣を務めている。1963年、 12歳の時、家族との写真1951年10月7日に、ジャカルタに誕生する。経済学者であり、スカルノ及び、スハルト政権で、産業貿易大臣や国務大臣などを歴任した、スミトロジョヨハディクスモを父とし、その父は、インドネシア国立銀行の初代総裁のマルゴの、ジョヨハディクスモという、インドネシア屈指の名家で1951年に、 生まれた。父が商業大臣を務めていた1970年にインドネシア国軍士官学校に入学した。スシロバンバン、ユドヨノと同期であったが、ユドヨノより1年遅れで1974年に卒業した。卒業後はインドネシア陸軍に入隊し、1976年には特殊部隊コパススの招待長として東ティモール併合作戦に参加し、 東ティモール独立革命戦線の武力弾圧を指揮している。1978年にプラボーの正体が独立革命戦線最高指導者のニコラウ・ロバトを射殺したことにより軍事的な制圧は一気に進展した。1983年にスファルトの次女であるシティ・ヘディアティと結婚し、スファルトファミリーの一員となると政治的な影響力を持つようになった。 1992年には陸軍戦略予備軍の空挺部隊長として指揮を取り東ティモール民族解放軍司令官のシャナナ・グスマンを反逆罪で捕らえ軍内部での評価が高まったインドネシア国軍中将時代のプラボを一方国軍司令官のベニー・ムルダニがスハルトの汚職を批判したことなどをきっかけに1990年代にハイルトスハルトは 国軍からムルダニの影響を一掃しようとした。この際、スハルトは家族の一員として信頼するプラボーにムルダニ派の粛清を任せ、異例の速さでプラボーの昇進を進めた。1994年に陸軍特殊部隊の副司令官、翌1995年には同司令官、1996年には同ポストを少々核に格上げして昇進させ、 さらに同年内に陸軍戦略予備軍司令官として中条に任命されている。この昇進の中で、プラボーは側近たちを養殖につけ、陸軍特殊部隊と戦略予備軍という国軍内で最強の2部隊の司令官を初めて両方歴任したことに加えてスハルトの後ろ盾を得たことで軍内を掌握した。一方、露骨な自派閥の優遇人事には対する不満も、 蓄積していったという。対立する、ヴィラントラの派閥に対して優位に立つためプラボーは、ユスフ・ハビビとの連携を深め、ハビビが会長を務める、インドネシアムスリム知識人協会の支援を受けながら、軍内での影響力を拡大した。また、スハルトを批判する活動に対しては、軍内で私的に運営する特殊部隊による扇動や暗殺などを用いて、封じ込めを行っていた。 1996年には、野党、インドネシア民主党の内部クーデターを工作し、党首のメガワティを解任させるとともに、その支持者の外党集会を武力弾圧している。翌1997年には、スハルトを批判する、ナフダトゥル・ラフマン・ワヒドを強敵とし、同組織の拠点である東ジャワ州で、ウラマーの暗殺を重ねさせたとされる。 しかし1997年に発生したアジア通貨危機でインドネシアも社会情勢が不安定になりスハルト対人運動は全国各地で活発になった。これに対してプラボーは少なくとも22人の主要な活動家を特殊部隊によって拉致監禁し、そのうち13名は失踪したままとなっている。また、 政権崩壊直前のジャカルタ暴動についても、先導を主導した疑いが持たれている。1998年5月21日に、スファルトが大統領を辞任すると、ハビビ政権下で軍の権力を掌握したウィラント、ラによって、それまでに特殊部隊で逸脱行為を働いた者が、軍法会議にかけられ、プラボーは、同年8月に軍籍を剥奪された。なお、 プラボーワ・ハビビが大統領に就任した場合には、自身が国軍司令官に就任する密約があったと主張している。軍籍剥奪後、ヨルダンに移住して市民権を取得し、3年間にわたり事実上の亡命生活を送っていた。この間、実定であるハッシム・ジョヨハディクスモのカザフスタンでの石油ビジネスに協力している。2002年にヌサンタラエネルギーグループを設立し、 木材や製紙業、パーム油、鉱山などの事業を手掛け、2014年の時点で総資産が1億4800万ドルにも上っている。2004年インドネシア大統領選挙では、ゴルカルの候補者を決める党大会に立候補し、アメリカの選挙コンサルタントや広報アドバイザーと契約して、排外的なナショナリズムを訴えて、有国の主というイメージを打ち出した。 この党大会で敗北したものの、政界からの抵抗が強くないことを確認し、弟のハシムと協力して、大統領就任を目指して、本格的な政界進出を決めたとされる。大衆からの支持を集めることを目標とし、2004年には、インドネシア全国農民協会の会長、及びプンチャックシラットのインドネシア全国連盟の会長に就任した。さらに、ハシムや、 旧友のファドリゾンと共に2007年頃から政党の設立を構想し、2008年4月にグリーンドラ党を立ち上げ、モハマット・ハッタの取り組んだ共同組合を拡大し、ネオリベラリズムと戦うことを標榜した。この際、選挙に政党として参加するための要件となる、全国の地方支部設立にあたっては、全国農民協会を動員している。 同等初の全国選挙となった2009年、インドネシア国民議会選挙ではハシムが豊富なキャンペーン費用を投入し、賢者ユドヨのや国民の母メガワティというイメージに対し、勇者、プラボーというイメージで大量のテレビ CM を放送した。この戦略が功を奏し、グリンドラ党は4.6%の得票率を得て国会の第8党となった。 2009年インドネシア大統領選挙では、かつて弾圧したメガワティとペアを組み、プラボーは副大統領候補として立候補した。この時、メガワティを擁する闘争民主党は、大統領選出馬のために、国会議席数の20%以上を有する政党、連合を形成する必要があり、グリンドラ党を必要としていた。交渉の結果、同年はメガワティをプラボが支持し、 次回の2014年インドネシア大統領選挙では、メガワティが支持に回るという約束が書面で交わされている。2012年3月17日、グリンドラ党から次期大統領候補として指名を受ける、プラボー2009年の大統領選挙では、ユドヨノに敗北したが、再選して長期政権となったユドヨノの下では、民主党党首のアナスウルバニングラムラが大型の収賄容疑で、 逮捕されるなど汚職が蔓延し、国民の反発が高まっていった。この点をつき、政権に参加していないことから精錬であり、閉塞感を打破できる強い指導者というイメージを、プラボーは訴えるようになり、2012年の調査では、次期大統領候補の調査で1位となる現象が見られた。プラボー陣営は、大統領選挙に向けて自信を持ち、有権者に、 プラボーを PR する機会として2012年のジャカルタ特別州知事選挙に注目した。ユドヨノの支持する現職に対抗して、ジョコウィドドを擁立した闘争民主党に対し、副知事候補をバスキプルナマとすることを条件に選挙費用の全面負担をプラボーが提案した。庶民派の若手リーダーであるウィドドと手を取り合う。 自身のイメージをジャカルタ市民にアピールするとともに、歌人かつキリスト教徒であるブルマナを支持することで、軍人時代に暴力的なイスラム組織の動員を先導して、マイノリティを迫害していたマイナスイメージを払拭することを狙ったとされる。ハシムによる大量の資金提供もあってウィドドラは当選したが、知事として行政改革を進める中でその知名度と支持率は、 急激に上昇し、2013年3月の世論調査では、初めて大統領候補として、名前の上がったウィドドが10%の支持を集めて、プラボーの8%を抜いて1位になっている。プラボー陣営は、この誤算に脅威を感じ、知事として5年間の任期を全うするようウィドドを牽制しつつ、メガワティには前回選挙の約束通りに支持をするよう要求を伝えた。 2014年インドネシア国民議会選挙でグリーンドラ党は11.8%の得票率を得て第3党に躍進した。選挙翌月の5月の世論調査では、ウィドドと大統領選挙で対決した場合のプラボーの支持率は36%と前年の20%から大きな上昇を示し、少なくとも接戦に持ち込めることが予想された。同年、 プラボーは副大統領候補に張ったラジャサを指名し、グリンドラ党及び国民信託党、開発統一党、ゴルカル、福祉正義党の支持を受けて大統領候補に擁立された。プラボー陣営は当選時の大臣ポストを各党に約束し、参加のテレビ局5局や各党の州知事、県知事を利用して積極的な宣伝を行った。 英雄のように戦う男というイメージを重視し、馬に乗り、インドネシアの復興を訴え、インドネシアは外国に搾取されており、毎年船長ルーピアが流出しており、これを自分が取り戻すなど特に先進国を敵視するナショナリズム的な発言を繰り返した。また、ウィドド陣営に対しては、ジョコビはニセムスリム、ジョコビはイスラエルの手先、ジョコビは 共産主義者などの誹謗を行い、SNS やタブロイド紙でこれらの噂を広めた。選挙戦で過去の人権問題は追求されず、これはメガワティの支持を受けたウィドドが、前回の大統領選挙でプラボーを副大統領候補に指名したメガワティの責任問題となることを避けたためとされる。2014年6月末の世論調査では、プラボーとウィドドの支持率の差はほぼ統計誤差の、 範囲内になり、当選の可能性は高まっていた。しかし、7月9日に行われた投票の結果、ウィドドトップラボーの得票率は、それぞれ53%と47%、得票数は約7000万票と6200万票となり、敗北した。7月に入って100万人以上のボランティアを動員したウィドド陣営の追い込みなどが影響したとみられる。 2019年4月の大統領選挙でもウィドドに負けるも新内閣では国防省に抜擢された。2019年12月に中国の漁船が中国海警局の警備艇を伴ってナトゥナ諸島沖でインドネシアの EEZ で操業を始めた際はプラボーは慎重な対応に徹して中国を友好国と呼びネチズンから弱腰と批判された。その後、 この地域に追加の海軍艦艇の配備を命じることとなった。ナットナ諸島での対応は物議を醸したにもかかわらず、2020年1月の世論調査では、プラボーがウィドドの内閣で最も人気のある閣僚であることを示した。2020年10月、アメリカ合衆国への渡航禁止処分が解除され、マーク・エスパー国防長官に招待されたため、20年ぶりに訪米した。 アムネスティ・インターナショナルなどの人権団体は、トランプ政権に入国を中止させるよう求めていた。これに先立ち、プラボーは2019年12月に中国を訪問していた。短期で起こりやすく感情のコントロールを苦手とし、左官以上の昇進に必要な精神面のテストで、毎回不合格となったが、スハルトの命令で不問とされていた、と言われる。 妻のシティヘディアティとの間に生まれた息子のディドット、ヘッタプリセティはデザイナーとなった。軍人時代の人権侵害の容疑については国家の命令でテロの容疑者を拘束しただけであり、反政府活動家を拉致したわけではないと主張している。また、インドネシアにおける民主主義は同国の文化に根ざしていない西洋の産物であり、修正が必要だと述べている。 具体的には、知事や、市長、そして、大統領の直接選挙を廃止すべきと考えている、と見られる。インドネシアでは、特に2006年頃から宗教的マイノリティに、対する迫害が深刻な問題になっており、2014年、インドネシア大統領選挙ではこれらの集団が、相対的に世俗的な闘争民主党やウィドドの支持に、回った。 これに反発するイスラム教のムハマリア及びが札取る、ウラマーという二大団体から、プラボーは支持を受けている。また、暴力に寛容な姿勢などから、パンチャシラ青年団やイスラム防衛戦線、ブタビ統一フォーラムなどからも支持を集めた。ありがとうございます。